皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。皆さんにとって忘れられないあの映画、あの一本というのがありますか？私はですね、自分でも言っときながら申し訳ないんですけど、あの一本に絞れないぐらい、何本も好きな映画、忘れられない映画がたくさんあります。例えばこうテーマ音楽を聴いただけでも胸が熱くなっちゃったり、こうほろっとこう涙が出ちゃうような作品もあれば、あの忘れられないあのセリフとか、例えばあの決めセリフによってこう人生が変わっちゃったみたいな、そんな作品もきっと皆さんにもあるかと思います。でもですね、外国の映画だと字幕がないとどんなことを言っているのか、どんなストーリーになっているのかってわからないですよね。皆さん、あの映画の字幕ってどうやって付けられているのか知りたくないですか？今日はですね、皆さんに最高の5本をご紹介したいと思います。今日は字幕に愛を込めて私の映画人生半世紀、ワーナーブラザース映画会社で長く制作をしてこられました、今日は小川雅弘さんと一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、皆さんこんにちは。この本の著者でいらっしゃいます、小川雅弘さんにスタジオに来ていただいてますので、早速お話を伺っていきたいと思います。どうも小川さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。1941年岩手県釜石生まれ、ワーナーブラザーズ映画会社の元制作室長の小川雅弘さん、46年半にわたって2000本を超える字幕吹き替え作業に従事し、1995年から字幕翻訳者養成学校で講師を務めておられます。またキリスト教映画界の淀川長治さんとも評され、キリスト教の視点に立った映画解説は大好評です。今日の本の旅、字幕に愛を込めて私の映画人生半世紀は、半世紀にわたって映画の字幕吹き替え制作に従事された小川雅弘さんの映画に対する愛とロマンにあふれています。また代表的な作品125本についての詳細な記録も収められています。映画の字幕作りに関する話や、映画に秘められた聖書の世界の解き明かしなど、現場でしか知り得ない制作秘話や緻密な記録が記された貴重な一冊です。もうあの映画が大好きなので、今日も小川さんにあのお会いできるのすごい楽しみにしてまいりました。はい、そしてこの字幕に愛を込めても、今あの私も読んでる真っ最中なんですけども、一つの映画ができるまでにこんな緻密な作業がいろいろ行われているんだなということを、いつも見ているだけで必死にこう字幕をわーっと追いかけながら見ているものとしては、なんかその映画制作のこう裏のまた裏ぐらいまで、ちょっと楽屋裏まで見させていただいている気分で、あのすごくワクワクしながら読ませていただいています。はい、早速なんですけども、あの小川さんはこのワーナーブラザース映画、あのワーナー映画とかワーナーとかって言い方をしますけど、ワーナーブラザース映画というのが正式な言い方なんですね。もう本当にこう世界中の大手 の、 あの映画の会社だと思うんですけども、そちら の、 あの会社でもうずっと大きな地位に仕えて働いていらっしゃって、半世紀をあの映画の世界で歩んでこられて、もう有名な作品がたくさんあるんですけども、ハリーポッターであるとか、マトリックスとか、ラストサムライとかですね、もう挙げたらキリがないと思うんですけど、そういう数多くのヒット映画をあのこの世に送り出されてきていらっしゃるんですけども、そもそも映画の魅力に取りつかれたというのはいつ頃のことだったんでしょうか？そうですね、はい、若かったですね、中学時代ですね。私あの父親の仕事の関係で、あの最後は生まれたのはあの岩手県の釜石市なんですけども、そこから仕事で今度は日本海側 の、あの由利本荘市という、秋田市からちょっと1時間ぐらい東京寄りのところでね、そこであの父は仕事を終えまして、そこで20歳まで過ごしたんですけれども、で当時はね、私の中学時代というのは1950年代ですから、もう娯楽といえば映画ぐらいのものだったんですね。でその人口も4万にも足りないその小さな市にですね、なんと映画館が洋画本が合わせて4館もあったんですよ。で私の家のすぐ裏は映画館とかですね、両隣に映画館があったりしてですね、そういう中で、で特にあの中学になりますと例の英語なんかも学び始めますでしょ、
そうするとやっぱり外国文化に対する憧れというのが出てまいりまして、はい、それで洋画を映画とどんなのかなと思って見出したらば、はい、もうこれがハマっちゃいまして、はい、映画を通して外国文化の中にどっぷり浸かれるということでね、はい、中学時代からです、はい、そして、はい、高校に入りましてですね、うん、いよいよその映画熱はもうやみがたく、はい、でいろんなクラブ活動ってありますでしょ、はい、映画研究クラブというのがございまして、はい、それに入りましてですね、はい、3年生の時にはそれの部長なんかになりまして、うん、まあ、そもそも高校に入ったその日に私は誓いを立てましてですね、はい、これから3年間高校を出るまでに、この町に来る姿も洋画は全部見てやろうと、はい、誓いを立てて、はい、で結局3年間経って全然見るたんびにこの映画日誌なるものをつけましてですね、はいはい、ですからもし将来チャンスがあるならば、うん、映画評論家か、はい、あるいはそのワーナーのような映画会社に入りたいなと、はい、そういう夢を持っていたわけですよ、はい、で結局卒業した時に数えてみたらば本当にねもう風邪をひいたりしてどうしても行けなかったほんの 2,3 本を除いてね、うん、もうほとんど見てましたよ。すごい、だからものすごい本数をもう、はい、まあ、中学の時に洋画に目覚められてからもうその、はい、高校時代は映画研究クラブで活動されてたということで、はい、ものすごい数の映画をご覧になっていたということですね。はい、洋画がやはりお好きだった、うん、邦画よりも洋画ということですね。そうですね、やっぱり洋画でしたね。ね、はい、そうでした。いわゆるこうちょっと私も最初の方読ませていただいて、はい、エデンの東のもうジェームス・ディーンの赤い革のジャケットですか、はい、あれ理由なき反抗でしたね。理由、はいはい、理由なき反抗ですね、うんうん、はいはい、あれですごく小川さんもちょっと革ジャン着てみようかなと思って、うん、赤がなくて緑の革ジャンを擦り切れるまで着てらっしゃったという、はいはいはい、そうでした。そういうスタートラインを着てらっしゃるということですね。じゃあ早速この5本のことに、伺いたいんですけれども、はい、まずこの5本の出版に至った経緯を教えてください。はい、わかりました。そういうわけでですね、はい、ワーナー M でちょうど私今年で10年になるんですけれども、はい、やっぱりこれの現役時代から、はい、私特に私ワーナーに入って翌年にはクリスチャンになったもんですから、はい、で仕事を通してこのキリスト教聖書を証ししたいというのが私の、はい、モットーといいますか、はい、目標になったものですから、うん、そういうふうにして約半世紀をね本当に仕事を通してクリスチャンの証し人として過ごしてきた、はいはい、その自分なりの、まあ、自分史といいますか、うん、その証しの、はい、その歴史をですね、はい、なんか本に残せないかなと実はずっと思っていたんですね、はい、でもそれは本当に単なる願いだけでどうやったら本ができるのかも分からないし、一冊本を出すのにどのぐらいかかるのかも全く分かりませんし、はい、本屋さんに友人もいませんし、うん、まあこのまま願いで終わっちゃうかなと思っていた時にですね、はい、ひょんなことで、実は私PBA という放送伝道で、はい、スクリーンに導かれたんですけれども、はい、その PBA のでもって参上会員を増やすために、はい、まあ一種の支援団体として、はい、PBA 放送伝道道路社会というものができまして、はい、その委員の一員させていただいて、はい、でカフェをやってですね、うん、多くの方々を招いてそこで、はい、PBA の参上会員になっていただけませんかというお誘いをしようということになって、はい、どんなカフェをしようかないろいろありますよね、はい、でたまたま私が映画会社でずっと長くいたということは皆さんご存知だったものですから、はい、じゃあ小川がいるんだから映画カフェなんかどうですかという話になりまして、はい、トントントンと話が進んで今から4年ほど前に映画カフェを始めたんですね、はい、でそのカフェで一番最初に来てくださったそのゲストの方の中に、はい、平野誠さんって方がいらっしゃいまして、はい、この方はやっぱり映画の好きな方だったんですけど、はい、映画の仕事には進めなかったんです要するに脚本を書きたかったんですけれども、はい、それの編集の仕事に回られて、はい、でその方が終わってから私と来られて挨拶をなさって、はい、私が平野と申しまして、はい、映画が好きだったって紹介があった後で、はい、実は本の編集をしておりまして、はい、小川さんのその映画を通した、ね、うん、証をもし、本にするチャンスがありましたらば、はい、ぜひ編集をやらせていただきたい、はい、その時はね、ああそうですか、その時はよろしくと言ったんですけれども、はい、それがきっかけでございまして、それがちょうど一昨年の秋の話でね、はい、それから平野さんがそのカフェをやるたんびにお見えになって、はいはい、小川さんいかがですかって、だん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 こっちもその気になってまいりまして、はい、これひょっとして神様の御心、神様がこの方を紹介してくださったのかもしれないと思いまして、はいはい、でその平野さんが実はE グレープというこの本を出版なさった、はい、その出版社のこれのクリスチャン出版社ですけれども、はい、その中はですね、はい、小森さんって方が社長さんなんですけども、はい、その方を紹介して
してくださって、はい、でじゃあ小川さんぜひ出してくださいってことになって、はい、トントントンと話が進んで、はい、実は去年の2月に、はい、この字幕に愛を込めて、これを出版する契約を結ばせていただいたんです。なるほど、はい、それから1年をかけて、はい、今年 の3月29日付で、はい、この第1冊が出版にこぎつけられたと、こういう次第です。なるほど、はい、私実はですね、はい、小川さんはもうこの、例えばキリスト教と映画とか、はいはい、聖書とシネマとか、はい、たくさんご本を出されていらっしゃるような、ずっとそういうイメージがありまして、そうでしたか、で、はい、何冊目のご本なのかなって実は思っていたんですけども、じゃあこれは最初の本で、うん、ということなんですね。はい、はあ、そうなんですね。です、はいはい、じゃあ映画制作はプロでいらっしゃるですけども、本の方は今回初めてと、うん、初めたんですね。すごく意外でした。そうでした、はい、まあ、特に翻訳者の方がですね、戸田明日香さんをはじめとして、あるいは本当に映画評論家の方とか、うん、こういう字幕に関する本って今では確かに何冊も出てるんですけども、はい、ちょっと宣伝名で恐縮なんですが、はい、それをキリスト教聖書の視点から字幕について書いたというのがめったにないもんですから、はい、おそらくそういう面ではですね、業界でも、初めてに近い本じゃないかなと、これはちょっと私のちょっと自慢なんですね。いやもう本当にこの5本が出てくれたことによって、うんうん、やっぱりクリスチャンの人が見るとこんな風に訳してほしかったなとか、うんうん、本当はこういう意味なんじゃないかなっていうものも結構キリスト教のエッセンスのある映画とか、うん、例えばこの5本の中でも小川さんが扱ってくださってるんですけども、聖歌とか賛美歌なんかを歌ったりするシーンなんかで、はいはい、こう役を見ると、うん、あれ賛美歌の歌詞と違ってるななんて思っちゃったりするところがある部分に関して、うん、あ、なるほどという感じでね、ああやっぱりクリスチャンの方が訳されて、うん、聖書のことを分かってる方が訳してくださるとこう違ってくるんだっていうのが、もう本当に私目から鱗だったので、すごく嬉しい一冊になったんですけど、ありがとうございます。なるほど、はい、これが最初の5本だということで、うんうん、すごく ありがたいというか、最初の5本紹介させていただけてすごく嬉しいです。早速その憧れのワーナーブラザース、映画会社に入社、させられて、うん、その後の字幕制作に入られるところからちょっと伺いたいんですけども、うん、はいはい、まず英語っていう、うん、アメリカの映画とかイギリスの映画とか、うん、基本的に、元の言語が映画、英語のものは映画、はいはい、英語がわからないと字幕が、うん、とか吹き替えができないということで、うんうんうん、その英語の勉強をどういうふうにされたかというのをすごく伺いたいんですけど、ああ、そうですね、なんかすごく早いだけじゃなくて、うんうん、ちょっとこう日常会話だったりスラングだったりとかっていうのが出てくるのが映画だと思うんですけども、ね、はい、まさにこの話し言葉ですからね、はい、映画の英語というのはね、はいはい、で私は実はワーナー46年半いまして、約半世紀いまして、はい、そのうちの後半の31年間で憧れの、はい、最もやりたかった字幕の仕事に携わったんですが、はい、そもそも私はこの会社にいるからには英語はできないかダメだと、本当に身にしみて分かったのは、はい、まさにこの入社の時のインタビューの時なんですよ。はい、で私はそういうわけでですね、どうしてワーナーに入れたかというと、はい、東北の片田舎から、それはですね、とにかく父親は東京だったもんですから、はい、ともかくどうせ仕事をするならば映画の仕事をしたいと、うん、でそういうわけで先ほど申しましたように、文化祭になると、はい、いろんな映画の、ね、ポスターを貼ってたもんですから、うん、映画会社が、東京のどこにあるかというそういうところまで知ってたんですね、はい、映画雑誌もせっせと買ってたもんですから、はいはい、でそういうその会社に片っ端からですね、何でもいいですから映画の仕事ありませんでしょうかって依頼状を出したんですよ、はい、これはもう当然のことながらないよないよと戻ってきまして、うん、そもそも映画会社というのは定期採用は一切しませんので、ね、ましてや田舎の片田舎からね、どこの馬の骨ともわからない雇ってくれるわけがないんですが、たまたま私はそういうわけでワーナーにですね、はい、高校時代からお小遣いを先生に送ってはですね、はい、スチール写真なんかを買い求めていたもんですから、はい、たまたまワーナーの総務部長さんが、はい、楽へ東北の片田舎にこの映画熱心な少年がいる
なと覚えていてくださったんだと多分思うんですね、はいはい、でちょうどたまたまその時に私が依頼を出した時に、はい、あのメールボーイというもう本当に簡単な郵便物をの、うん、処理する仕事が空いたので、はい、それでもよかったら来るかいというある日電話がかかってきたんですよ、はい、もう天に戻る気持ちで行きますって言ってですね、はい、実は高校時代出て1年半ほどは地元の会社にいたんですけども、はい、すぐ翌日が辞表を出して、はい、3日後には上京というこういうスタイルで、はい、若さですね今思えば。それでも面接をしてね、はい、これはもうダメだと思ったらそれきりなんですよね、はい、それで恐る恐るその部長さんに面接をしまして、はい、お前何が勉強は何が好きなんだと聞かれて、はい、もうこれは外国のヨガ会社なんだから、うん、英語と言わないからダメだと思いまして、はい、英語ですと答えた、はい、英語なんか全然私は得意じゃなかった、はいはい、そしたらその部署はニヤッと笑ってですね、はい、目の前にあるこのインターオフィスメモっていうんです社内文ですね、はい、それを一枚渡して、はい、それでこれちょっと声に出して読んで訳してみろと言われたんですね、はい、見た、はい、たった3行書いてあった、はい、でもその3行が目を追っても全然わからない、はい、頭の中真っ白、はい、なんて答えたかというと、はい、しどろもどろでもうこれ大体の文章の文法的に構文は分かるんですけれども、はい、一つ一つの単語が専門的すぎて分かりません、はいね、真っ赤な嘘ですよね、はい、そしたら、うん、その部長さんがですね、はい、私の顔を見てニヤッと笑ってですね、はい、お情けで入れてくれたんですよ、うん、でもその時私は悟って、はい、これからというか英語を勉強しなきゃもう仕事にならないと思って、はい、当時ですね本当に給料も安かったんですけれど今の文科省ですが文部省で、はい、いわゆる英語の通信教育をやってたんですね、はい、それをシニアクラスとか、はい、それから英文法とか、うん、英会話とか確か3つぐらいですね、はい、なけなしのお金をはたいてそれを取って、はい、勉強を始めて、はい、コツコツかれこれ 6,7 年続きましたよ、はい、うん、で少しずつ英語に慣れていって、はい、で当然映画会社ですのでまだ字幕の仕事やってませんでしたけれども、うん、新しい映画が来ると社員に見るチャンスがあるんですね、はい、それで耳で覚えながら、はい、分からないところ辞書を引きながらだんだん少しずつその、はい、話し言葉の英語に慣れていったと、はい、こういうことだったんですね。なるほど。じゃあ、はい、通信教育のその、うんうん、まあ、5年6年間が、はい、今の小川さんの、はい、そうなんです、字幕をもう作ってしまう、はい、それも非常に短い言葉でコンパクトに、はいはい、もう長ゼリフでもそのもう20時10何時に収めなきゃいけないということができるぐらいまでの、はい、まあ、リスニング力とか読解力を身につけてしまったっていうことなんですね。まあ、そうですね。本当に。ああ、そうですか。じゃあ、はい、今番組ご覧の皆さんで、うん、英語勉強したいんだけど、うん、まだ全然不得意だという方、うん、ちょっと希望があるというか頑張ってこれからやれば、はいはい、大丈夫ですね。私出てきたんですからね。いやいやいや、本当に本当に字幕が、うん、読んででも一緒に聞けるぐらいに なるのは頑張ればできるっていう、はい、できますことなんですね、はい、英語学っていうのはね本当にこれはねもう慣れですね。1にも2にも、はい、もちろん基礎的な文法をねきちんと、うん、基礎が大切あるということは言うまでもないということですけれども、はい、あとは慣れて不思議な もんで、はい、ヒアリングで英語に慣れてくると、はい、なんとか話せるようになるんですよね。なんとなく理解できますから、なんとか話せるようになる、うんうん、そうなったらもう締めたものですね。なるほどね、はいはい、やっぱりじゃあ聞くに勝るというか聞くことが第一なんですね。そうなんですね。はい、はい、でいよいよじゃあ、小川さん、まあ英語も分かるようになって聞くことも喋ることもできるようになってこられて、うん、字幕の翻訳の作業をされるようになった、はい、そこからお話を伺いたいんですけども、はい、まずどんな手順で字幕を作られていくのか、はい、また独特なその字幕の世界っていうのがあると思うんですけども、はいはい、そのあたりについても教えてください。そうですね、おそらく多くの方々がですね映画で洋画をお好きな方は字幕をご覧になって、はい、字幕には親しみを持っていらっしゃると思うんですけども、はい、果たしてこれがどうやってできるんだろうということはね、うん、興味を持ってもわからない世界だと思うんですけどね、はい、私もそういうわけで映画罠に入りましてですね、はい、ちょうど10
そうですね、15年ぐらい経ってそのチャンスが、巡ってきたわけなんですけれども、はい、実はその私がいたのは制作部という部なんですけれどもね、はい、これはもう映画そのものを制作するのではなくて、はい、特に外国映画の日本の制作部というのは、はい、アメリカから来たその映画に入れる字幕とか、はい、あるいは吹き替え版の音声とか、うん、それを制作する、はい、それで制作部というんですけれども、はい、その私の前任の方が定年で辞められたんですね、はい、でたまたま私がその方の机が隣だったんですよ、はい、全く部は別だったんですけども、はいはい、だからその方がやっているね、電話をかける、あるいはいろんなことをする、うん、お客さんと会う、うん、それに一番近いところにいたんだから、はい、ワーナーの他の人間よりは知ってるだろうと少しでしょうない、はい、それで私に知らぬ映画が立ったんですね、はい、お前はやれっていうことでね、はい、で私も実は映画会社に入って、うん、映画が好きな人間が映画の会社でどんな仕事が一番、うん、できるかと言いますとですね、はい、一つは宣伝部でもう一つは制作部なんですよ、はい、一番映画に近い仕事ですね、はい、でその制作の仕事だったもんですから、はい、もっと分からなかったんですけども、はい、やらせてください、うん、ぜひということになりまして、はい、それから半年ぐらいかけて、はい、例えば現像所という映画のプリントを大量生産するところとか、うん、それからフィルムに字幕をパチンパチンパチンと打ち抜いていって英文タイプの容量で字幕を入れていくんですけども、はい、そういう字幕の会社とか、はい、あるいは翻訳者の方いるんですけども、はい、翻訳者さんに直接会ってお話を聞くとか、はい、いろんな形を通して現場のでどういうふうにやっていくのかということを、うん、ということを見よう見まねで覚えていったんですね、はいはい、というのは前者の方はもう簡単な引き継ぎでもやめられましたんで、はい、もう自分で体でもって覚えていくしかない、うんうんうん、でだん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 分かっていったんですけども、はい、制作部の仕事というのは一言で言うと当時はまだフィルムだったんですが、はい、今は全部デジタルに変わりましたけれども、はい、フィルムに関するゆりかごから墓場までみたいな仕事をやっておりまして、うん、はい、まずアメリカの本社で新しい映画ができますと、はい、それを日本に持ってきますね、うん、それをまず通関といいまして輸入をしなければいけない、はい、で東京税関さんを通して、うん、もちろん専門の業者さんが通関業者さんがいますけれども、うん、それを通関してまず日本のそれを貨物にするんですね、はい、でその通関にあたっても映画というのはですね、はい、本当に 100% 健全な映画だけではなくして、うん、中にはいわゆるね、はい、いかがわしいシーンがあるんですね、はい、そういったものは税関さんで引っかかってしまいますので、はい、それを修正したりカットしたりで通さなければいけない、はい、うんうんうん、そういう産業をしてから、はい、それから今度はそれをワーナーにはワーナーに限らずに映画会社というのは試写室を持ってまして、はい、自分のところで、うん、で社員で営業関係の方、それからトップの方々、宣伝部の方々、そして制作の私とそれを見てですね、はい、これまず日本の劇場にかけて商売になるかどうか、うん、それを検討しまして、はい、よしこれはいけるなとなったらそこで今度はそのプリントを正式にそれに字幕を入れて、うん、そして必要な本数を揃えて、はい、そして劇場にかける、うん、そこまでの字幕入りの完全な、いわば商品ですよね、はい、商品を作るところまでが制作の仕事だったんですね、はい、でそのために私は何をしたかというと、まずその映画の内容を見て翻訳者さんを、うん、プロの翻訳者さんを決めまして、はい、大体ワーナーではですね、他の会社よりは多くて20人から30人ぐらいのプロのフリーランスの翻訳者の方を使っていたんですよ、はい、他の会社ではですね、例えば戸田夏子さんとか、はい、ごくごく少数の一握りの人しか使ってなかったんですけれども、はい、私はですねやっぱりの翻訳者、明日の戸田夏子さんを育てるためには、はい、チャンスを上げなければできないということで、うん、最初からそういうフィロソフィーを持ってましたので、うん、30人ぐらいの方々に、よしこの映画はこの方にお願いしようと決めまして、はい、でその方に見てもらって、うん、でその方が、今度はですねちょっと専門的な話になりますけれども、うん、英語台本が本社から送られてきまして、はい、翻訳者の方は一番最初にうちの試写室でですね、はい、映画を見ながら台本上にシュッシュッシュッとこの、セリフごとにですね、はい、区切りマークを入れていくんですね、はい、これを専門の用語で箱を切るというんですけども、はい、で箱を切ってそれはセリフがブレスをするごとに息継ぎをするところで大体切るんですね、はい、でそれを箱を切って今度はそれをですね字幕を入れる会社にその代表を回すんですね、はい、そうするとその会社の方は映画のフィルムを特殊な機械にかけて今でいうレコーダーみたいな機械にかけて、はい、でそれを一つ一つのセリフをの始め
めかインからアウトまで、始めから終わりまでを測って、うん、一つのセリフ A というセリフは、この何フィート何個もありますよってこと、うん、ずっとセリフ大体本編一本で1200ぐらいのセリフがありますけれども、はいはい、1200のそれぞれのセリフの長さを測った、うん、スポッティングリストあるいはタイミングシートと言いますけども、うん、それを測って、はい、それを翻訳者さんに渡して、はい、翻訳者さんはそれぞれのセリフの長さを頭の中に入れて、うん、あこの A のセリフは例えば2フィートあるから、うん6文字以内で訳すんだな、B というセリフは例えば3フィートあるから9文字以内で訳すんだなってことを決めながら、うん英語の台本を見てそれを日本語に直していくと、なるそういう作業を続けていくんですよ。すごいもう緻密なというか、そうなんですね、こうストーリーとしてずっとこう見ている人間には想像のつかない、うん、はい、細切れのという言葉を使っていいかどうかわからないんですけど、はいはい、そういうふうにしてつけていくもので、やっていくんですよね。で私も5本で知ったんですけど、うん、その17時とか18時とか20時以内でつけていかなきゃいけないという、1行の字数が13時って限られてまして、はい、最高2行までですから、一つのセリフで最大使えるのは26文字とか、26文字、ね、そういう規則がありますし、あっという間ですよね。そうですよね。で何よりも大変なのは、字幕翻訳者が大変なのは、普通の翻訳と違うのは字数の制限があるということでして、はいはいはい、大体お客さんは観客の方は読んで理解しなければいけませんので、はいはい、当然耳で聞くセリフ、はい、速さと全然スピードが違うわけですよね。で、大体本文の直接訳して実に関係なく訳した、うん、日本語の訳をどのぐらいまで字幕に縮めなきゃいけないかと言いますと、うんうん、大体3分の1ぐらいに縮めるんですよ。それが大変なんですね。そうですよね。はいはい、だそれが特殊なあれで、うん、そのためにはですね、直訳してだけではとてもじゃないけど実が収まりませんので、はいはい、ある場合には意味を変えないで言い換えをしたりとか、うん、あるいはちょっと長いセリフですと取捨選択をして、はい、本当にストーリーに関係のある部分だけをピックアップして訳したりとかですね、はいはい、あるいはまた全体ぐーっとコンデンスしてとにかく縮めるとか、はい、そういう作業をしながら大体3分の1には収めていく、はい、そういう作業をずっと続けていくんですね、はい、それが終わって大体翻訳さんの役が一通り終わったところで、今度はそれはもう一度うちの試写室に来られて、ご自分の訳された役と画面等を一つ一つ合わせながら間違いがないかあるいはおかしいところがないかをチェックしながら訳していく、はい、でその台本上でいろんな修正を加えるんですね。その時に私もそれを参加させていただいて、はい、例えば戸田さんここはこういうと、うん、こうした方がいいんじゃありませんかということで相談しながら、はい、ディスカッションしながらまとめていく、はい、でそれを今度はもう一度字幕の会社さんに戻して、でいよいよ字幕の会社ではタイトルカードというカードに一枚一枚ライターさんがいまして、はい、書いていくんですね、うん、で帰っていったものを、カメラで一枚一枚のそのタイトルカードを取りまして、はい、そして今度はこの最後にスポッティングリストに合わせてもう一度フィルムをですね、今度は字幕を打ち抜く機械にセットしまして、はい、そしてインから終わりまで間違いのないように、デルマート鉛筆ということで印をつけていまして、はい、例えばセリフの1ここからここまで、セリフの2、ここからここまで、インとアウトをずっと白いマーカーでつけていってですね、それをその専門の技師さんがフィルムを通しながら、インのところでカチャッとスイッチを入れますとですね、はい、ちょうど昔英文タイプのように、A のセリフの入って、こんなちっちゃいね、はい、タイトルカードっていうのはこのぐらいあるんですけども、はい、それをフィルムに収めますとね、こんな小さいカードなんですね、はい、それを機械にセットして、はい、そしてパン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 で打ち抜いていくんですよ、ね、1フィートの2フィートのやつ、はい、ちょうどそのセリフの長さの、はい、でそれを打ち抜いたものをそれで完成する、あと出るまで全部きれいに拭き取りまして、はい、それでうちの試写室でもう一度今度は字幕の入って最初のプリントをチェックをするんです、うん、はいはい、で翻訳者と見て、そこでまたやっぱりいろんな直しがありますから、はい、で最終的にこれでいいなという出来上がったところで、今度はプリントの量産に入りまして、はい、
最初の私が入った頃はですね、かなりの対策であっても10本ぐらいで、はい、全国をやってたもんですから、はい、ずっと馬勢の方に行きますといわゆる雨のフットプリントね、はい、そうなりますけれども、私が辞めた頃はもうどん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 映画館の数が増えていきまして、シネコなんかもできていったもんですから、例えば先ほどおっしゃったハリーポッターあたりになりますと、これもう1000本ぐらいになるんですね、はい、とそのぐらいになりますと、今度はとてもじゃないけど一本一本パチで打ってては間に合いませんので、そういう場合にはタイトル用のネガというのを使って、で今度は現像所の仕事になりまして、絵のネガと音のネガとタイトルのネガと3本を掛け合わせてダーッて一挙に現像するんですね、はい、そういうふうにして量産をしまして、日本全国の劇場に流す、はい、まさしく寄居観音から墓場までの仕事、はいはい、それが私の仕事でした、はいはい、ありがとうございます。もうたくさん、忘れられないような映画とか、これはという映画たくさんあると思うんですけども、はい、あえて、その中でも印象深いエピソードが あるような、はい、そういう心に深く残っている映画を教えてください。そうですか、はい、1本だけですね。そうできれば1本だ、はい、わかりました、はいはい、1本だけということになりますと、そうですね、はい、まあ、一番苦労した映画ということで、はい、AI という映画のお話をしましょうかね、はい、これはご存知のようにスピルバーグの映画でして、はいはい、今でこそ AI といっても皆さんご存知ですけども、はいはい、この映画も今から十数年前の映画でしたので、はい、当時は AI って何だろうということも、ね、ありましたけども、はい、実はこの映画で何が思い出があるかといいますと、はい、スピルバーグが絶対に秘密主義を通しまして、はい、一切映画の台本ももちろんのこと、はい、宣伝材料も日本には来なかったもんですから、そもそも映画のこの字幕の翻訳をですね、はい、戸田奈津子さんがアメリカのワーナーに飛んで、はい、そこでホテルに缶詰になって訳したといういわくつきの映画だったんですね、はい、でそれから先ほど申しましたようにその大体1000本ぐらい量産したんですけれども、はい、それも日本の現像所ではダメだから、はい、アメリカで焼きなさいと、うん、ですからアメリカでそのタイトルネガというのを作らなきゃいけなかった、はい、でしたがって私がアメリカに飛んで、はい、そのタイトルネガちゃんと正しくできているかどうかをチェックしなければいけなかった、はい、で日本語には英語にないルビというものがありまして、はい、難しい言葉になるとルビをつけるんですけどもね、はい、向こうにはそれがないもんですから、どうしたかというと、うん、一枚一枚ルビの部分は小さい字でもって写真を撮って、はい、そして本文の写真の上にその小さい字を貼り付けていったんですよ、はい、それを最終的に撮ってタイトルネガを作ったんですけども、はい、言ってよかったと思うのは、はい、大体 20-30 枚ぐらいが全然別のところに貼ってあって、はいはい、それを私 CC で全部直して、うん、で字幕入りのプリントを上げて、はい、でそのもう湯気が生えてるようなプリントを、はい、重いんですよ、はい、ジュラルミンの缶にですね、うん、肩が15キロずつ両方で30キロぐらいを私がえっちらおっちら持って、はい、で成田を通関して、待っていたタクシーに乗って、うん、アーナに試写室に運んで、はい、そこでジャーナリストたちがもう待ってるんですね、はい、試写を。でそれで試写やって、日本最初の字幕入りのプリントのなんとこぎつけたと、はい、そういう思い出があるんですね。なるほどね、はい、大変でございました、はい、けども、もうすごくでも予言的な作品というか、今 AI っていうと皆さんすぐもう、はい、あれねって分かりますけども、はい、でも最初そういうご苦労が、ね、あったということなんですね、うん、そうですね、はい、映画の中にもちょうどヨハネ伝の8章の、はい、あれもじったことが出てきたので、はい、それをちゃんと正しく私は聖書家の言葉をストレートに訳して、うん、そういうことをして、はい、そういう面で思い出に残ってます、はいはい、ありがとうございます、それでは今日最後のご質問なんですけども、はい、小川さんの、これからのビジョンを教えてください。わかりました。私はそういうわけで私がこの映画というものを通して神様を明かしするということをこれからも生涯現役で続けていければ、うん、でそのためにはやっぱり字幕というのは究極的にはこれは英語ができるということはもう当然のことでありまして、うん、はい、日本語でやっぱりメッセージを伝える、うん、やっぱり日本語の言葉の力っていうのは本当に大切だなということをつくづく知らされました、はい、ということでね、私はそもそも神様の御言葉によって救われたわけですので、うん、そして御言葉によってこの仕事に召されたわけですので、はい、これからもですね、この言葉、一つは字幕、うん、それから二つ目はですね、うん、やはり本当にこのあれですね、私もう一つ放送伝道もやってるんですけども、はい、やっぱり聖書の言葉の朗読とか、うん、あるいは教会でのメッセージとか、はい、そういう本当に御言葉に使えるということ、うんうん、それからもう一つはFacebook ってありますね、はい、久米さんともお友達にさせていただきますけども、はいはい、あれで実はいろんなスポルジョンとかいろんな方々が英語のいい格言を載せてますので、はい、それを日本語に訳してですね、うん、そして皆さんにお伝えする、はい、いろんな形を通して本当に神様の御言葉に使えることによって
って、うん、言葉の力で本当に人々にイエス・キリストを伝えたい、はい、この仕事を字幕も言うまでもなくいろんな、うん、言葉を使う仕事を通して証しをしていきたい、はい、生涯それを現役にしたいと願っております。はい、はい、今日は本当に貴重なお話をたくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。それではこれから私たちは、小川さんの生の声で朗読をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います。コンタクト。この作品が感銘深いのは主人公が懸命に目標に向かって突き進む姿なのだ。父母を幼くして失った孤独な少女が神を信じることなく成長して宇宙科学者になり地球外の存在を信じてコンタクトを求め続ける姿。彼女が宇宙へとコンタクトを求めるのは科学者としての真理探求の欲求というより孤独を癒してくれる存在への魂の探求だった。端的に言えば彼女は無意識のうちに頭では否定していた神の存在を求めていたのだ。そんな彼女をヴェガ星人は待っていた。彼女は自分では全く気づかなかったが待たれていた。被造物なる人間は誰も創造者に待たれているのだ。そして真摯に道を求める人は必ずザ・クリエイターに出会う。エリーは初めて説明も証明もできない出来事に遭い、それまで見なければ信じなかったのに生涯で初めて見ないで信じた。ダマスコ途上のパウロが復活の主に出会ったように、見ないで信じる者は幸いだと主キリストに諭されたトマスのように、なぜか彼女は宇宙で肉眼には決して見えない神創造者に出会ったからだ。アウグスティヌスの著書告白は言う、私はあなたによって作られた、だからあなたのもとに帰るまでは決して安らぎを得ない。被造物なる人は創造者のもとに帰るとき初めて心の空虚さを満たされ永遠の魂の安らぎを得る。いや、聖書で読み解く映画っていいですね。ではまたお会いしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今週のブックスケッチです。本当にあっという間の30分でですね、もっともっとお話をたくさん伺いたかったんですけども、そうですね、たくさんもう新しい発見がたくさんありました。まず字幕というのは本当にこう地道に付けられていく作業なんだなと思いましたし、あとご本を読んでいただくとすごくよくわかるんですけども、やっぱりクリスチャンの方が書いて作ってくださった翻訳ってすごく大事なんだなということも、この小川さんのご本を読んで知ることができました。キリスト教に関係のある映画とか聖書がこう題材のストーリーでたくさん外国の映画の中にあるかと思うんですけども、まあ、そういう映画を日本に紹介されるにあたって、小川さんのお仕事ってもうすごく大きな尊いお仕事を長くしてくださって、本当に神様がワーナー映画会社に小川さんを送ってくださったんだなということも、この一冊を読むとすごくよく分かる気がします。もっともっとお話を伺いたいという方はですね、すぐこの字幕に愛を込めてこれを手に取って、ぜひ映画の世界、そして小川さんのまたクリスチャンとしてのどんな人生を送られてきたのかということもぜひチェックして読んでみてください。それではまた次回本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。